どうも皆さん、こんにちワンダーバルーン、手札全部捨てて解約リュウです。さあ今日はですね、新パックが登場しましたので、新パックのデッキを早速ね使っていきたいと思っております。新ミニボックス、史上最強と言われていまして史上最強のミニボックス、タイタンと並ぶ、ランドオブタイタンズと並ぶ史上最強のパックと、言われておりましてですね、最強のデッキを組んできました。メガリスデッキです。メガリスっていうのはどういうデッキかっていうと、岩石族儀式のテーマで、結構相手ターンに儀式をするっていうのが得意なデッキなんですね。まあちょっとまだパーツが足りないんで、ちょっと一発屋なんですけども、これこのベトールっていうのが、とにかく結構強くてですね、このカードが儀式召喚に成功した場合、自分の墓地の儀式モンスターの種類の数まで相手のフィールドのカードを対象として、そのカードを破壊すると、対象にして破壊するんで、なんかこのインフレ環境で若干ちょっとお前なんで今来たみたいなとあるんですけども、効果自体は4種類とかいったら4枚とか破壊できるんで強いですよね。でこれがなんと相手ターンに出せるっていう方法がありまして、これメガレス奥っていうのが来たんですけども、これ自分相手のメインフェーズに、レベルの合計が儀式召喚するモンスターのレベル以上となるように、こいつ自身を含む、モンスターをリリースして手札から儀式モンスターを特殊召喚できるよと、儀式召喚できるよと。これね、ちなみに儀式召喚するモンスターなんでもいいんで、別にベッドルじゃなくても、例えばそのガーランドルフとか知ってますこれ。これ儀式に成功するとフィールドのこいつの攻撃力以下の守備力を持つやつ全部破壊するっていう、めちゃくちゃ強いモンスターなんですけども、ガランドルフとか、こういうあとダキニとかも出せるんですよ。一応この奥はこの奥の効果を相手ターンに使って、相手ターンで相手の防御しながら、自分のターンに返しで持ってくるみたいなデッキになりますね。で、儀式入ってないんですけども、このデッキなんとですね、この上級のメガリスモンスターっていうのは儀式魔法の効果を持ってまして、例えばベトルだったら、このカードを手札から捨てるとレベルの合計が儀式召喚するモンスターのレベル以上になるように、自分の手札フィールドのモンスターをリリースしてメガリス儀式を出せるよと。だからベトールをとか、このファレグも同じ効果を持ってるんですけど、このベトールとかファレグを、儀式魔法として、使ってモンスターなんだけど魔法として使って、儀式していくみたいな感じになりますね。最初はね。で相手ターンに奥を使って奥で、出していくっていう、相手ターンに儀式モンスターね。で効果説明しとくと、奥は儀式召喚に成功すると、ワンドローワンスなんで、暗黒界の取引みたいな感じです。でこれで一応ドローして墓地に送って、儀式モンスターをそのベトールの破壊する枚数増やしたりとか、あとこっちが強いですね。オフィエルは儀式召喚に成功するとデッキからメガリスモンスターを、自身以外のやつを持ってこれるんで、ここでベトールとか、ファレグとかを持ってきたりとか、奥持ってきたりとかする感じですね。で儀式モンスターで儀式していくんで、儀式モンスターサーチが必要なんで、センジゴットとか、リッチュアチェーン、ちょっとマンジュいないんで、リンクスにマンジュいないんですよ。だからこの2体が入ってると。でやっぱちょ素材すごい使うんですよ。手札メガリスめちゃくちゃデザインミスって言われてて、最初このデッキで、すごい手札使うんで、レベル上昇でなんとか素材のその枚数を減らしたいっていうことで、奥をレベル上昇してベトール分上昇しとくと、ベトール相手ターンにこいつ1枚出せるんで、だからレベル上昇が一番相性がいいかなと思ってます。ちょ安定感が若干ね、儀式の使い手とかじゃないからあれだけど。で要は相手ターンにどうやって勝つかって話、相手ターンにベトールを出して、相手のターンに全部破壊するんですよ、フィールドのカードを、そのベトールの効果で。で破壊した後に返しのターンでコンセントするっていう、このね、これしかないと思う。俺メガリス結構頑張って研究したんですけど、心拍前これしかないと思うんだよ俺。他にあんのかな。一応ね、 OCG ではブロックドラゴンをこう組み合わせて、いろいろソリティアするみたいなことはできるらしいんですけども、マジでリンクスカードプール狭すぎるのと、一発屋感と消費が激しすぎるっていうので、これ多分1枚で勝てないと意味ないから、マジコンセント系、多分ね。早速ちょっとコンセントレートを決めていきましょう。ニュエルスタンバイ。いや本当この長いじゃんとマジ勝てないと思う俺、このデッキ。あーいいじゃん、ハンドいいじゃん。今回もハンドいいじゃん。先行しかったね。でも先行しかった。サイバーダークローか、オッケー。サイバーダークインパクト、オッケー。はい。ちなみにネオスとかにもね、マジ破壊耐性やから、マジ太刀打ちできんみたいな話あるんだよね。サイバーダークエッジ、はい、オッケー、了解。あ、メガリスもう大丈夫です
あ、あいつ強いな。あいつ強いじゃねえかよ。こいつレベル X だ。でも8だから大丈夫か。除外されねえわ。除外されねえ。はい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 。あ、サイバーダークプレーダーブランチだ。かっこいいデッキだね。結構。よし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 。ドロー。結構かっこいいデッキ。さあ、最強カード来た。最強カード来たぞ。これがだから、センジコット召喚。センジコットの効果発動。メガリスベトールを持ってくるぞ。これファレールでも、ファレールでいいか。ベトール残しよっか。ファレールでいいかもしれない。あ、ファイブじゃダメか。これあれか。奥じゃできないの。奥持ってきて。で、ベトール効果発動。センジゴットをリリースしてオフィエルを出すよ。さあ、センジゴットリリースしてオフィエル出していく。はい。で、オフィエルの効果を発動していく。これって、ベトールを持ってくる。よし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 。全く同じムーブしてるぞ。オフィエルの効果を発動。自身をリリースして、手札よりメガリス奥を儀式召喚。そして、スキル、あ、メガリス奥の効果を発動。ワンドローマンステ。あ、むずっ！これむずっ！これチェインか。チェインや。で、スキル発動。レベル上昇。これで俺はターンを終了するぜ。さあ、レベル10になった。お前は俺のカードを除外できんだろ、これ。いける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 。いけるぞ。いけるぞ、いける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 。いける。耐えろ。耐えろ。天敵来たー、天敵来たー、天敵来たー、はい、天敵来たー。こいつ守備力2600なんだよな。それも辛い。でも2600突破できないか。はいはい、2600なんだよ俺ね。そうだね、2600やから突破できなくて。はいはい。で、ダークエッジ召喚は OK。 あ、 OKOKOK。 サイバーダーククロー、これさ、なんだっけ、こいつはさ、別にさ、あれだよね、戦闘でこのカードが装備カードとして装備されている場合は、ちょっと待って、なんかどっちだっけ、効果で破壊される、戦闘で破壊される場合に、あ、 OKOKOK 大丈夫だ。だからメインフェイス、メガリス奥の効果を発動。メガリス奥をリリースし、現れよメガリスベトール。そしてメガリスベトールの効果を発動。相手フィールドのカードを3枚破壊させていただこう。はっちゃっで耐えていく。ネオスフィジョンで OKOK。 よし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 、 OK。 耐えた耐えたぞ、耐えた、奇跡起きた、耐えた。次レベル8モンスター引いたら俺いけんじゃない、これ次レベル8引いたらいけんでしょ。頼む、セッチゴット、俺の右手が光ってなる、お前を倒せと輝き叫ぶ、シャイニングドロップ。うわうわうわあ、メガリスファレグの効果を発動。俺はフィードのメガリスベトールをリリースし、メガリスベトールを儀式召喚。メガリスベトールの効果を発動。墓地の儀式モンスターの種類の数まで相手のカードを破壊する。いくぞブラドル、くらえコンセントレイト。うわうわ最強だぜ、メガリスデッキ最強だ。環境トップ来た、これ来たわ、これ。さあ、お相手の方、カジキリョータ、バランスかブラマジかな。
さあ、なんでしょうか。ハンドバーそこそこいいですね。ちょ、リチュアチェーンかな。マジでマンジュ欲しいんだけど、マンジュまだ。いつまで渋ってるんですか。コナミさん聞いてますか。そろそろもうマンジュ千獣に頼る時代やめましょう。そろそろマンジュ、マンジュじゃねえや、千獣ソニバに頼る時代はやめましょう。そろそろマンジュをください。マンジュくれていき。セットセット、なるほど。さあ砂時計は、ノースの時計、OK。まずはリチュアチェインちょっと小手調べ召喚、小手調べ召喚していく。あ、なんもねえ、なんもないぞ。なんもないか、なんだ、高額か。メガレスオフィエル、オフィエルでいいね。オフィエルで、こうしてで、ファレグ発動。さあ儀式モンスターの癖しやがって、儀式モンスターのくせに儀式魔法としても扱えるぜ。いけ、メガリスオフィエルを儀式召喚、着地。メガリスオフィエルの効果と、さあ効果はケアしていこう、しっかりと効果はしっかりとケアしていこう。ベートオールでいいか、ベートオールでいいね、ベートオールでいい。でオフィエル効果発動、自身をリリースすることによって手札よりメガリスオークを特殊召喚。キーン、なんもないな、マジでマジなんもない。これもいけんじゃねえ、これこれ余裕でいけるぞ。これはこれはファレグ、まあベトールでいいか、ベトールで別にいいや。これで、スキル発動、レベル上昇、メガリスオークのレベルを12にさせていただこう。そしてメガリスオークの効果を発動、自身をリリースし手札より最強の宇宙最強儀式モンスターメガリスベトールを儀式召喚。メガリスベトールの効果発動は墓地の儀式モンスターの周囲の数まで相手のフィールドのカードを破壊する。メガリス大ハリケーンドカーン、ナビゲートバトル、自分ダメしていいですか、コンセントレイトうわなんだこの一発屋デッキ、このデッキ一発屋すぎんだろ、これどういうことだよこのデッキ、やばすぎんだろこれさ。このインフレ環境でこのデッキ、手札相当強いな、このインフレ環境でさ、特殊召喚すんのはこっちか、オフィエル、オフィエルで、あでもリリースしなきゃいけないのか、まあしょうがないかで、オフィエル、儀式召喚、このインフレ環境でさ、このインフレ環境でさ、これやっていいことと悪いことあんだろう、ボックスの。なんでこのタイミングでこの儀式、違うわ、間違えた、なんでこのタイミングでこの儀式モンスター出したんだよ、おかしいだろ、どういう神経してんだよ。手札全部使うんだけど、まあでも一応強いな、強いは強いな。これでガーランドルフ来た、ガーランドルフしてる。でスキル発動、レベル上昇、レベル12にしていく。でこれで相手ターン俺何枚破壊できるの、4枚だ、相手ターン4枚破壊、最強だ、ベトール強、4枚破壊するぞ、相手ターン強すぎる、最強だ。自分相手のメインフェーズで発動、レベルの合計が儀式召喚するモンスターとのレベル以上になるようにフィールドのコードカードを含むモンスターをリリースし、手札から儀式モンスターを儀式召喚するぜ。芝刈り、何、あー出た、ちょマジで本当ベール出てくると本当一瞬でいったら詰むんでね、このデッキ実は、実はねベール出てくるとマジ一瞬で詰むんですよ、ね、本当にこれ一番やばいんですよやってること。これでもどっちにしても手札4枚か、手札4枚きついかこれ、援軍、あーやばいかこれ、これやばいかな、ライデンか、はい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 、オッケーちょっと待って、ちょっと待ってくださいね、一応破壊さえ通ればでもモンスター効果で破壊すんだよなこのデッキ、このデッキモンスター効果か、シュミッター、シュミッターで何を、
ジェニーか。なるほど。ジェニーね。はい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 。ジェニー。ジェニーね。ジェニー。ジェニー行こうか。はいはい。で、サボタージュ。なるほど。蘇生か。これでいきなりベールですか？もうこれおしまいですよ、それ。いきなりベールはマジでおしまい。いきなりベールはマジでおしまい。もうそこでもうおしまいだもん、俺。あ、エーデルか。なるほど。エーデル。エーデル。どっちにしてもなんだよな、それ。ここ使うの俺。ここ使う俺。ここ使うかこれ。いやー、これ一回スルーなんじゃないのかな。これでもスルーしても意味ないか、これ。はいはい。あ、今使った方が良かったかな、まだ。キウイなんだ。あ、キウイ間違ってたんだっけ。あー、これ、あれ、やばい。ジムフィールドの魔法使いモンスターは効果では破壊されず、相手の効果の対象にならない。やばいこと書いてる。ちょっと待って。やばいこと書いてる。やばいこと書いてるんだけど。やばいこと書いてる。あ、これ見たことあるぞ、このロック。この最強盤面、見たことあるぞ。これってさ、これってさ、ちょっと待って。これってさ、これって俺、ベトール出したらさ、どうなるの？もう出すしかないんだけど。出すしかないんだって。出すしかない。で、奥、まあ、魔法カードあったら止められちゃうから、まあ、結局ここで出すしかない。ベトール儀式召喚した。で、これで、対象に取れない。ふざけんなよ。このさ、インフレご時世でさ、対象にとって破壊するカードとかもう無理なんだよ。せめてなんか選んで破壊しろよ、もう。いいんだよ。マジック出したら負けんな。出したら負けんな。出したら殴られて負けか。ふざけんなよ。ふざけんなよ、マジで。なんで今メガリス出したんで、おかしいだろ。実装時期おかしいだろ。5年くらい前に出せよ、このモンスターたち。そしたら環境トップやったのに。ふざけんなよ。5年前とかデュエルリンクスリリースされてないっていうね、もはや。コスト、はいはい。ジェニー、オッケー。ジェニーこっち送っていく。ジェニー行こうか。はいはい。で、何ですかそれは。さあ、おっと、コラボレーション来た。2回連続攻撃される。やばい。あ、やばい。やばい。やばいやばいやばい。あっ、これ何枚あんのこれ。もう魔法あんま見せないで。あんまり見せないで、魔法。マジで魔法1枚までにして見せんの。あー、もう肝、マジで肝このデッキ。なんで今メガリス実装したし。